吉川英治作、魚門。今夜もまた、この顔合わせでは、例によって夜明かしとなること間違いなしである。老けても、火鉢に墨を継ぐ世話もいらないほどの陽気だし、花も今夜あたりでおしまいだろう。レンジの外には、まだ戸を立てない頃から、 春雨の音がしとしとと降り続いていた。パチパチリ。茅の正雨の番が三面、行儀よく並んでいた。床の間に寄った一面は空いていて、紫一時面の座布団だけがある。那智石の後ろへ手を突っ込んで、さて、 弱った顔つきを、禁止のように番へ近づけてうなっているのは、ついこの近所の山岡屋という七夜の番頭。七夜というと、片木の中でもカチカチのシマリアらしく聞こえるが、もっぱら商売になってゆくのは、刑買会だという噂のある七夜なのである。で、そこの番頭という斎ケの目も、 どこか鋭かった。けれど男ぶりはちょっとよくて、年頃もここへ集まる中では一番若い二十四か五ぐらい。パチッ。なるほど、妙手もあるものだの。相手は、医者の原案だった。外科では上手と言われているが、油切った五十男で、 人術という職業にはあまりに体力的な人物だった道楽が多いらしいのであるいつも氷を借りて苦しんでいる第一病家を回っている時間よりもこのご会場にいる方がはるかに多いという医者様だったすまないが今度はもらったぜ 一曲勝敗がついたと見え、盤の下に隠してある掛け金をさらうように懐へしまい込んで、どうだなあ、そっちの風雲は。言いながら隣の対局へ横から顔を突き出したのは、横瓶に黒い刀傷のある村安伝九郎である。これは、御家人と自称している男で、三重絡みの 苦みっしたた。骨柄であった背が高く手足が長くそして痩せているので丘場所などを通ると女たちがカマキリさんとあだ名して呼ぶそのカマキリさんと対局して今かけておいたいくらかの金を取られしょんぼりともう石を崩した晩をいつまで未練ンに眺めていたのは 浮世絵師の北川俊作だった。気が弱くて闘志がなく、おまけに五は空べたと来ている俊作は、よせばいいのに、毎晩ここへ来なければ寝られないと言っている。来ればまた、必ずカモなんだ。何の因果か。と自分でもこぼしていながら、 今夜もいつまで帰ろうとはしない。もう老けているので、よく流行るこの御会場も、帰る者は帰ってしまったのであろう。座敷にいて、夜も知らないのは、こう四名だった。あとは、この御会場の主が一人。今しがた、夜食の寿司が台所へ入ったから、 茶を入れる支度をしているのであろう。茶の間の方で、瀬戸物の音がしている。カマキリさんそこから声がして、もうお寿司を出してもようござんすかデンクロは下打ちして、よしてくれ。カマキリなんて呼ぶな。悪党じゃあるめえし。ほほほ。だって、呼ぶ人が綺麗な女だと、 振り向くじゃないの。からかうのかしょ。よそう。お前さんが怒ると、ちょっとすごいからね。お寿司はまだ、山岡屋と玄暗の勝負が片付かねえから、もう少しの間、そっちへ置いといてくれ。だいぶ大戦だと見えますね。そう言いながら、ご会場の女主は、茶の間から出てきた。 髪を切り下げにしているけれど、年はまだやっと二十四五にしか見えない。いつも皮膚を着て崩したことはない。十六の頃から、去る北国の大名のお部屋様として映画を尽くしてきたが、その大名の近銃の者と恋をして、やがて浮きなが立つと、腹を切った男を捨てて、自分一人で、 越後から、江戸まで逃げ延びてきたという履歴を持っていた。さすがに、こと、茶花何でもたしなみがあって、絵も少し描くし、分けて五は、生まれつきの細分と見え、大名の奥にいた頃、宗家から女で、四段の許しをもらっていた。おかくさま。 近所の者や御用聞は皆様をつけて呼んでいた。この本所の裏町では彼女の高貴めいた身なりだの、淡麗な目鼻立ちが吐き溜めの鶴と見えるらしく妙な尊敬を持つのだった。お客様もまた、それを当然として内輪でこそ砕けているが、往来へ出ると図が高かった。 あの人は元大名のお部屋様だったんだそうだ。道りで品がある。町女にはああいうのはいない。すごいな。頭の高いのがよく見えるのだからおかしい。彼女が今の家に囲碁指南の看板をかけると金ね,ね目をつけていたのが早速に集まった。随分贅沢をやって暮らしているが、 それは、蟻のように皆、甘い男たちが運んでくるらしい。もも初めは、死難だけであったが、いつの間にか、掛け子がもっぱらになり、その方の見入りも少なくない。そして、おかくさまを張りに来ている連中も、だんだんふるいにかけられて、粘り強いものだけが、今では、五番の外の勝敗に、 しのぎを削っているのであった。浮世絵師の北川俊作、山岡屋の番頭、採介、御家人のカマキリ、それから下界の玄安とこう四人は、その中でも毎晩のように詰めかけて、五には負けても、その方では一歩も引かない息を示している手合いであった。 両国寿司かい。白尾の品なちょっとおつだな。師匠すまないが、茶をもう一つ。次の部屋へ座布団を移して、茶舞台を囲みながら、四人は笑い教授だ。そうしている表面の様子は、囲碁仲間のむつまじさのほか、何も倹悪らしいものはなさそうだが、よく見ると、 おかく一人をめぐって動く四人の瞳にはかなり複雑なものがある。いまいましいの山岡屋さん。お主には今月に入ってからもう七八両がとこ取られているぜ。もう一曲行こう。医者の玄暗は寿司を食べ終わると早速にまた晩の前へ戻って先に座り込んでいる。 山岡屋のさえす助は、落ち着き払って。およしなさいよ、今夜はもう。なぜなぜ相手を変えて、俊作さんと打ってごらんなさい。どうも玄暗さんとやれば、金はただもらうようなもんだが、赤子の手をひねるようで張り合いがない。ば、バカにしなさんな。さあ、もう一番。玄暗が力み返ると、 みんな笑った。そしてカマキリのデンクロウが。じゃあ、俺が一手ご指南しようか。んいくらいくこれだけ。二部銀を盤の下に置く。玄庵も金を出しかけた。するとおかコが。おや風かしら俊作は、 昨日小さな目をして。風じゃありませんよ。誰か表で塔を叩いているんだ。誰だろう今頃。ばあやは寝かせてしまったし。つぶやきながら、おかくは立っていった。もう玄暗と伝九郎は、パチパチ石を打ち始めている。戸の開く音がした。 その隙間から湿っぽい風が奥まで流れ込んでくる。おかくは何かしばらく戸口に立って闇の中の人影と囁いていたが、やがて座敷へ戻ってくると、山岡屋さんと目で読んだ。えお前さんに用事の人らしいよ。言ってごらん。へえ。 はてね。おかくについて、山岡屋が部屋を出て行くと、ごを打っていた玄暗も、カマキリも、次郎とその方へ目をやった。山岡屋は、暗い格子戸の外を透かして、誰だいと言った。ひさしの雨だれに打たれながら、放火盛りをした男が、その上からまた、 赤がっぱをかぶってぼんやり立っていたあなたが山岡屋の西助さんでそうだよ今お店の方へ参りましたらこのご会場にいると伺いえましたのでやってきましたわけで雨が吹っ込むじゃねえか夜向きは一体何だよ恐れ入りますがちょっとここではお話もしにくいことなんで 外まで顔を貸してくれませんかバカを言っちゃいけないよ。このふりに出られるものか。ここは心安い家だから何も気遣いはいらないぜ。でも、どうもその。煮えきらない男だった。第一風邸を見ても職業がわからない。屋敷中原でもなし、若党でもなし。 ただの町人とも見えないのである。おかくは後ろに立っていたが、じゃあ、二階が空いているから、二階で話してはどうですかすると雨の中で考え込んでいたカッパの男は、あそう願えれば、と救われたような顔をおかくへ向けた。パチッ。 と一席置いて、カマキリが横を向き。師匠、今は二階へ上がっていたな。知らない人さ。でも、山岡屋が一緒だろう。う何か、内緒話があるって言うから、二階を貸してやったまでさ。女か。焼くような筋じゃない。どこのものかしらと思って、 今その男の脱いでいった河童を見たら、裏に天満役所と黒印が押してあるじゃないか。は <laughs> は天満の老板か何からしいんだよ。老板が老板がどうして来たんだろうとこれは北川俊作が呟いた。原案の打った石へ、すぐ城を一石打って、 鎌切も話に口を出したおかしいな天満の者がこんな夜更けにこっそり訪ねてくるなんてだって山岡屋じゃ内密で計遣いもしているというから牢屋敷の者にだってまんざら縁んはないわけじゃないだろうさ町方とか牢役人などが袖の下を取るのは大平だそれにしても 老番なんて下っ端までが小遣いを背びりに来るのかな大方、そんなことだろうよ。おかくは寿司の皿や汚れ物を台所へ片付けて風呂に入った。カマキリとアンの勝負を俊作はつまらなそうに横から覗いていた。いつでも 持ってきただけの金は、ここで捨ててしまう寸作なのである。これから火の気もない家へ帰って、一枚ずりの色絵や読み本の差し絵を書く気にもなれないのであろう。産んだ顔色をしながらも、語を眺めていたけれど、耳は、風呂場の方でする光景の音を聞いて、湯気の中に、お描くの姿を、 想像しているのかもしれなかった。と川へ立った帰りに俊作はふとはしご段を見上げたぼんやりと上の障子に明かりが映っている嫌に浸透しているが何か内情話らしいといったおかの言葉がまだ耳にあったので。 ふと動いた好奇心だったそっと二段二段と足音を忍ばせてはしご段の途中にじっと立っていた本当にお小鉄がそう言ったのかへえいつ挙げられたんだ天丸へ下げられたのが後月の8日でした するとお前さんは、そのお小鉄についている老番なんだね。夜昼一日を機に番代わりがおりますから、他にまだ二人ほど愛役がおりますが、その者たちには何も打ち明けてはございません。お小鉄が私にだけ話したことなんで。うん。何か指し,しを持ってきたかい手紙を持ってきました。 よく五郎内で、そんなものはかけたの。そりゃ私がそっと都合をつけますからね。今夜は私は非番なんで、実はこっそり、お尋ねに上がったわけで。濡れている着物の懐を探って、老番の男は、一通の手紙を差し出した。山岡や西助は、暗闘を寄せて、 うん。こいつは確かに、坊主の鉄運の手だ。あの偽王将も、随分悪事を重ねたから、もう年貢にかかってもいい頃だろう。ですが、残念がっておりますよ。せっかく一生一度の大仕事をやったところで、縄になっちゃ何にもならないと言って。この手紙には、 詳しいことは使いの口から聞いてくれとあるだけだが、さっきはヤからラ棒の話なので半信半疑に聞いていたんだが、一体小判で七百両の金をどうしたって言うのかもう一遍よく飲み込めるように話してくれないかええ、その使いに来たんですから何遍でも話します。 実は、おですがこれを打ち明けて、あなたに頼むのも、どうやら今度は、お仕置きも、極門と決まりそうなんで。うん。軽くてもまあ、そのあたりだろうな。するともう二度と、このシャボニは戻れません。そこで、せっかくの七百両、あのままにしておいちゃどうも、死ぬにも気にかかるし。 同じ誰かに取られるなら、他人に渡すのはゴーハラだから、山岡屋さんの手にあげてもらって、石塔の一つも立ってもらえればありがたいし、運よく遠藤とでもなって、シャバの風に吹かれる日があったら、そのうちの幾分でも助けてもらえれば嬉しいと、こうまあ、当人が言うわけなんでございます。よくわかったな。 そこでその七百両の鐘を沈めてあるという場所は、永代橋の西菓で、橋のたもとから川下の方へ、足数にして十五六歩ほど歩いたところの川の中だそうで、あの辺りには杭が多いございますが、その杭よりも外側へ投げ込んだと言いましたが、鐘はバラでだろう。いえ、 七百両みんな風金で、そいつを持ち網に入れて口を縛ってあるとのことですから、川の水が増しても流れて場所の変わる気遣いはございません。持ち網とは、うまいものを入れたものだな。中洲の米屋の隠居所へ押し入って、それだけの金を取ったわいいが、重いので元にも困って、 女中部屋から持ち網を見つけ、そいつへ金を入れて、悠々と担いでくるところを、女橋の辻番小屋から六尺につけられたんで、まだ逃げ切れるつもりだったんでしょう。その金を、貸しから川の中へ放り込んで、一目散に逃げ出したらしいんです。ところが、黒絵の辻まで来ると、 運悪く町見回りの旦那章にぶつかってしまったので、前と後ろの両方から挟み打ちをくらって、差し物を小鉄もくくり上げられてしまったわけでさ。しらすで金のことは申し上げてしまわなかったのかな。でたらめを言い通したんでしょう。お上でもわからずじまい、米屋の隠居所でも泣き寝入りとなっています。 じゃあ、王将の鉄軍は、その川の中の金を、俺に引き上げてくれ。と、こう言うんだな。俺に譲ると言うんだな。で、誠になんですが、その、私も首をかけて、こういう危ない使いに来たのでございますから、そこをおりみ下すって、幾分かのところ、 山岡屋の手から分けてもらえと、お小徹も申しましたので。そうさは分かっているよ。だが、嘘じゃあるまいが、一応本当に川底に金があるかどうかを確かめた上でなくちゃ、お前さんにも礼はやれないぜ。元より、ただいますぐにとは申しません。いずれまた改めて、夜分でも、 お店の方へ上がることにいたしますから。老番といえば、天満物のうちでも、ひどい発給と決まっていた。定めし、女房をこう抱えて、苦しい生活をしているのであろう。いかにもいじけた、おどおどした目で、密談が済むとすぐ立って、障子を開けた。 とびっくりしたような声を漏らして、北川俊作は、はしご団の中途から、慌てて下へ影を隠した。誰だ立ち木していやかったのは。山岡屋が、そこから覗け下ろしたときは、もちろん誰もいなかった。はしご団の下で、老番の男が。じゃあ、ごめんなさいまし。 お邪魔をいたしました」と背虫のような背中を見せて挨拶していた「誰かしらぬが虫のすかねえ奴がいる人のミスだを盗みきなどしやがって油断も隙もなりしねえ」あの下に置いてあるタバコ入れをとってポントを筒をならしはしごだを折りかけようとすると ふすまのしまっている、次の暗い部屋で。うーん、ああ、よく寝た。ふいに誰か、不遠慮な悪病していた。山岡へはぎょっとして足をすくめた。まるで、天から授かり物のような、今夜の使いの話なのである。受けにいるというのは、 こんなことだろうと一人で越に行っていたのだ。ところがもうはしご団で誰か盗み聞きしていた奴がある。それにさえしまったと思っているとこの二階にはまだ他に寝ていた人間があったのだ。最初からこういう話としていたなら十分に注意をするのだったし、雨などは厭わず 外へも出たのにと、今になって後悔された。いけねえ。タバコ本の火が消えてやがる。おい、誰かそこにいるらしいが、暗闘の火をちょっとここへ貸してくれ。襖の中から、そんな声がした。山小屋が開けてみると、丹前をかぶって腹ばいになっている男が、寝ぼけまなくおあげ。 おお、山岡屋か。と、銀歯を見せて笑った。あざみとあだ名のある、遊び人の、吉五郎だった。悪い奴に。と、山岡屋は眉を潜めて。タバコの日なら、贅沢を言わずに起きてきたらどうだ。そうさな。もう朝か。馬鹿を言え、夜中だ。 夜中に何の客だ今、消えたな。あざみ。んと、安ンの頭身へ、眼首を入れて。嫌に怖い顔するじゃねえか。なんだいおめえは、今の話を聞いていたな。そう言われて思い出した。夢かと思っていたが、じゃあ今はここで、 ひそひそ言っていた二人の話は、あれは本当のことか。それよりもおめえは一体何だって、こんなところに寝ていたんだ。大きなお世話だろうぜ。俺はここのお角のまぶだもの。うん、そうか。とまあ自分だけでうぬぼれているのさ。だが、 今の話を聞いたからって、こいつは何も俺が盗み聞きしたわけじゃねえ。お前の方から俺の枕元へやってきて、勝手に喋り散らしたんだから、この先ともどうことがなりゆこうと、俺の罪じゃねえぜ。それだけは断っておくよ。あざみの銀馬は、せせら笑いながら、暗に何者かを挑戦していた。 男ぶりから言っても悪事の腕にかけても山岡屋のさえす助は一歩のひけ目をこの男には感じずにいられないじっと顔色を読んでいたが折れて兄貴何もそう俺はとがっているんじゃねえおめえの枕元であんな話をしたというのもこれやっぱり おめえにも運があったというもんだ。どうだこの仕事は、ノリで行こうじゃねえか。あざみは、薄い笑みをのぼせて、あっさりと首を振った。いけねえ、そうじゃ断る。なんだと山岡やてめえ、キセルを車に掴んでどうする気だ七百両ノリで行けば、 取人分は半分になる。もったいねえから嫌だと言うんだ。オーラ、一人であの金をあげるんだから。ふ、ふざけたことを言うな。何を生き立つ筋があるか、てめえの金じゃあるめえし。よし、俺も、山岡屋だ。取れるものなら取ってみろ。一割もくれと言うなら、手伝わせてもやろうが。 さもなけりゃ、あぶはしとらずになるぜ。ははは。どれ下へ行って面でも洗おうか。二階の荒っぽい話し声を、下でも返事感じたのであろう。玄暗もカマキリも、語をやめて、天井を仰いでいた。だがそこへ降りてきた、はざみと山岡屋は、もう何も、一色ばんだ顔色はしていなかった。 よう、また夜明かしか。あざみはにやにや言うし、山岡屋は、おや、俊作さんはもう帰ったんですか。と、見回して座り込んだ。その俊作は、風呂から上がったおかくと、台所部屋の隅で、何かひそひそ話していたが、やがてそっと傘を借りて帰っていった。 嘘かな山岡屋は小舟のヘりから落ち込みそうに川の中を覗き込んでいた。一人で漕いできた貸舟を、永い橋から少し下のところを約二十軒ほどの間、あちこち漕ぎ回って。はてな。確かにこの辺りだと言ったが。 朝の空があまり晴れているので、雲が水面に薄って見にくいのである。けれど水はよく澄んでいた。白い瀬戸物のかけらだの、俵だの、傘の骨などはよく見える。もう少し真ん中の方かしら。考えてみると、川床は河信へ向かって、 だだんだんに深くなっているので、雨降り上げくの水かさが増した時などにはその方へだんだん移動していくのが自然だった竿を入れてみるとだいぶ深い彼は夢中になって巣立てては船を移したそこの沼地がむらむらと浮いて水は一面に暗くなる しかし流れが速いので、またすぐに住み帰った。あ、あった竿は水面へ放ってしまった。そう深くも見えないところだ。青々と水が渦を描いている。両手を目にかざして覗き込むと、雑魚の影さえ衰えて見えるではないか。 風菌の風刺が洗い流されてしまっているので、おびただしい山吹き色の小金が素肌で水に尖れているのだった。うん、なるほど。網袋に詰まっている。いくら見ていても見開かない山岡屋の顔つきだった。今にも何とかして引き上げてしまいたいが、 対岸に船番所のあること。歌手を行く往来の者が、ともすると立ち止まること。物売り船や、ニタリが絶えず上下しているので、すぐ感づかれてしまいそうなこと。ダメだ、昼間は。もちろん、昼間行動できないことは考えていたので、用意のため、 田元に入れてきた白いご石を、彼は、鐘の沈んでいる付近へ、夜の目印のため、ザラザラと船べりから撒いた。そして、何食わぬ顔して、永代橋の下をこぎ戻ってくると、山岡や山岡や欄干の上から呼ぶものがある。はっと彼は、 あざみの顔を思い出した。だが、橋を片手に仰向いてみると、それは吉五郎ではなくて、思いがけない、下界の玄案だった。お、先生ですかどちらへお前こそ何をしているんだだいぶ熱心らしいが。お天気が良いので、帰産時に、雑魚でも釣ろうと思いましてね。嘘を言え 雑魚ではあるまい。え聞いたぞ。だ、誰にまあいい。先生、ちょっと話がありますから、待っておくんなさい。慌てて船を岸に寄せ、山岡屋は丘へ飛び上がってみたが、もうゲガーの姿は、橋の上に見えなかった。不思議な現象である。 急におかくの御会場へ、常連のよりが悪くなった。もっとも来ることは、相変わらず、朝となく夜となく来るが、顔があっても、誰もごを打たなくなったのである。一部二部の賭けにも、興奮がなくなった様子なんだ。はてな。カマキリのデンクロは考えた。 彼だけは、まだ何も知らないので、この現象が不審でならなかった。おかしいぞ。俊作が嫌にそわそわしている。玄関のやつも、来ても妙に腹に一物という風だ。山岡屋が誰よりも変だし、あの鋭いあざみの目にも、何かこの頃思惑があるらしい。 しきりと犬のように人の顔つきを嗅いでいたがわからない。おかこに聞いても笑っているだけなのである。するとある夕方、レンクロウさん、いっぱい付き合ってくれませんかと山岡屋が誘う。どこへ引っ張っていくかと思うと、深川のぐらした女まで呼んで、 この男にしては、下仕兼ねる散財だった。時に、折り入って頼みがあるが。と果たして、その晩の帰り道、こう切り出しての話に。うまくいったら、百両やるが乗らないか。ともない儲け話だが、なんだいそれは。一人、やってもらいたいんだ。 人間をか。当たり前だろうじゃないか。待ってくれ。百両で一一人。相手によるな。あざみだ。え、あいつを本屋からは、貧品,品と矢の催促を受けるので、半木彫りとすりを引き受けている、堀金の親父は、今日も、 絵師の北川俊作の家へ来て、画室に座り込んでいた。困りましたな。もうこの三月の初めには、とっくにすりも閉じもできて、半元へ収まっているはずなんですね。絵ができないばかりに、堀にも書かれず、手前どもの職人の手も、空いちまっているんです。すまない。今日は書く。 その今日が、四十日も持ち越されちゃう。きっと、今日いっぱいには。お邪魔でも待たせておいていただきましょう。もう手ぶらじゃ帰れませんから。そんなことを言わないで、今日、今夜だけ待っておくれ。今夜こそ徹夜をしても、きっと駆け上げてみせるから。本当ですか 大丈夫。だが、堀金が帰ると春作は、机にぼんやり頬杖をついたまま、半日も何か考え込んでいた。そうだ。我に返ったように、元皮へ絵筆を取り出したが、いくら書いても、保護を作るばかりだった。そしてしまいには、 無数の女の顔をいたずらに描き始めた。その女の顔は皆、おかくに似ていた。あの七百両の金が手に入れば、筆を置くと、そんなことを考えた。恋のために、金の魅力だった。しかし彼には、 それを自分のものにするだけの自信がない。勇気がない。悪知がない。あのことを耳にした晩、俊作はすぐ台所部屋の隅で、おかくにその秘密を話してみたが、おかくは大してそれに興奮もしなかった。ただ、俊作がそれを手に入れたら、 一緒になってあげてもいいね。江戸を売って、京都あたりでちんまりと暮らしてみたい。もうこんな誤解書なんて、こりごりだから。そんなことを囁いたあきりだった。春作は、幾晩も幾晩も、永代菓子を歩いてみた。だが、川の中へ入って行く気になれなかった。 水が怖いのではなく、世間の目と世間の明かりがいつもお城で気になった。ああ、わしのような気遅れ者は何をしたって生きていく力が足りない。体は弱いし、絵はうまくならないし、悩むために生きているようなものだ。ふらふらと。 引き窓の下へ行ったのである。夕方の星が四角な狭い口から白っぽく見えた。春作は引き窓の綱にすがってヘツイの上に乗った。首へ綱をかけ、足を外した。死んだと思った途端に上の横だけが折れたのか、 古い綱が切れたのか、俊作は流しの手桶の上へひっくり返っていた。桶の水をかぶったので、思わず大きな声を上げたらしい。おや、どうなさいましたかと、隣の女房がかけてきて抱き上げてくれた。合口をつかみ、溶けかけた帯の端を、 左の手で持ちながら、あざみのよしごろは、ダットのように、木場の、材木置き場の隅へ逃げ込んでいった。すぐ後ろから追い込んでいったのは、カマキリのデンクロウだった。青い月が、空にある晩で、元よりこの辺りは、人通りもなかった。やろう、出てこいカマキリは、 大刀をひさげて、材木の下を覗いた。横たわっている材木の枕木の奥に、ざみはすくみ込んでいた。カマキリ、なんだって俺を、何も俺に意志も恨みもあるめえに。ところが終わりだ。てめえはおかくを狙っているだろう。おカくのことなら、俺は手を引いてもいい。 何も女ひでりをしてるわけじゃなし。いや、どうあっても、てめえの命は欲しい。出てこい。うん、出てこねえなら。刀を突っ込んで、闇をかき回すと、待ってくれ、カマキリ。遺言があるなら、今のうちに言え。おめえは、山岡屋に頼まれて、俺を殺してくれと言われたんだろう。 それがどうした読めた。おめえはお人よしだ。何も知らねえんだ。騙されているんだ。ざみは材木の奥へ、ガマのように身を裂けたまま、そこから必死の弁を振るって、山岡屋がお小鉄の沈めた七百両の金を川からあげようとしているもくろみをすっかりしゃべり立てた。 おめえに、いくらその分け前を出すと言ったのか知らねえが、金なら俺がやろうじゃねえか。二人で組んでお小鉄の金を山分けにしてもいい。お隠えも俺はもう手を出さねえから、命だけは助けてくれ。あざみからそう聞いてカマキリは、初めてこの頃の事態が頷けた。そして百両で、 自分を操ろうとした山岡屋を憎んだ。そうか。じゃあ今の話に嘘はねえな。嘘だと疑うなら、これから山岡屋行って、二人で座り込んで対決してもいい。面白くなった。あざみ、もう安心して出てくるがいい。実は山岡屋から、殺してくれと頼まれて、 てめえに喧嘩仕掛けを追っかけたんだが、もうやめてその代わりに、お荘鉄の金には、俺の息もかかっていると思ってくれ。百は二百の分け前じゃ承知しねえぞ。いいとも、命さえ。ああ、冗談じゃねえ。危なく死神にとつかれるところだった。今の話を、もうちょっと詳しく聞けよ。 いくらでも話すが俺はもうこんな寂しいところじゃ大丈夫だっていうのに何も好んで人殺しなどはしたくねえただその700両の一件だが浜辺部屋でも行って飲みながら話すとしよう声で首がいつまでもゾクゾクしやがっていけねえくちょうどもねえ悪党だ こう見えても、おら、割合に気が小いせいんだ。と、着物の土を払いながら、カマキリの後ろへ曲がると、ふいに相手の脇腹へ抱きついた。お、ち、ち、ちくしょうカマキリの伝ンクは、全身でもがいた。あざみのあい口は、彼の火腹に、深く入ったまま離れなかった。狂うほどカマキリは、 自ら血を絞って。その血は、月に青光りして、あたりの小がずに、半々とこぼれた。自分が見回らないときは、人を番に立たせておいて、山岡屋は、永代がしを警戒させていた。それでもなお、彼は不安であったと見え、そこから近い、 あやめがしの団子屋の二階を借りて、大概はそこへ来ていた。あれから、何度も船を出して、鍵縄を下ろしてみたり、杉竿に引っ掛けをつけて探ってみたりしたが、場所はあいにくと思いのほか水深があって、そんな楽な手段では上がりそうもなかった。医者の原案が、 しきりとこの辺りを徘徊した。永代橋の上から考え込んで見ている姿も何度も見た。まだ丘にも川にも往来の少ない夜明け方、小舟で何かやっているところも一度や二度ならず山小屋は見つけた。しゃみだれになると、 川はほとんど毎日濁って、水もずっと増えていた。当分は、手も出せない濁流だった。山岡屋は、ぶらりと、玄関の門へ訪ねてきた。先生、一つ見てくださいませんか。どうもまた持病のせいか頭が重くて。と、力のない顔色をしていった。 陽気が悪いでの、この入ュでは。原案は、すぐ処方してくれた。五番を出して挑んだが、山岡屋は、今日は、五も進まないと言って、いかがでしょう。こんな日には、少し行き散じに、辰巳へでも行って陽気に騒いでは。と、外へ誘った。好むところと言わないばかりに、 原案は支度に隠れた。そして千薬を自分で立ててきて、これを一杯飲んでいくがいい。すぐ頭が軽くなろうで。と勧めた。山岡屋は千薬を飲んで待っていたが、いつまで原案の姿が出てこないので、先生まだですか立ちかける。ガクッと両手をついて、 首の根を前へ折るように垂れてしまった。ゴゴゴゴとその唇から黒石を吐いているのである。何か叫ぼうとするらしく、畳へ爪を立ててもがいていた。縁日へ行ったとバあが言うので、玄安は二階で待っていた。初夏の 若葉の匂いがする晩だった。ばあや、この頃は山岡屋もカマキリも人も顔を見せんの。本当に皆様がばったりなんでございますよ。とてもこれでは商売にならないというので、私にもとうとうお糸間が出てしまいました。おここをしまうって お帰りなさいました。バあやと入れ違いに、おかくは、縁日で買ってきた葵の鉢を持って上がってきた。それから酒が出て、玄暗は遅くまで話し込んでいた。しきりと玄暗は、今夜は彼女に返事を迫った。おかくの返事次第では、 今の高橋の門戸をたたんで、大阪へ出て、家を持とうというのだった。そして近いうちに大金が入るから、それを塩にとも付け加えている。止まっていらっしゃいな。おかくの方からそう言った。玄暗は、酒付きを置くと、横になってしまった。だが、 翌日になっても、翌々日になっても、玄関の姿は、この家から出ていかなかった。その代わりに、あざみの姿がちらちら見えた。ばあやは、風呂敷包みを持って、糸回りをして、自分の家へ下がっていった。翌晩あざみは、おかくにも手伝わせて、 畳を上げて床下を掘っていた。血みどろになった原案の死体が、布団ぐるみ、土の下に隠された。ろうそくの白い斑点も、畳の下の秘密となった。誤解所だったそこの古門に、やがて、貸子屋札が貼られた。それから、 数日の後である。もう夏めいた月のさえであった。大川はシーンとしていた。水は透き通っていた。旅姿をした男女が、永代橋の上に立った。大丈夫かいよしさん。おかくが川を覗いて言うと、あざみは、 自信のある声で言った。俺の生まれ在所は、天竜川の淵だ。天竜川から見りゃ、こんな川は、まるで潜水みてえなもんだ。泳ぎにかけちゃこう見えても、うぬぼれじゃねえが、夏場よくこの貸筋で師範している、なんとか流の先生にも引けは取らねえつもりだが。おや俊作だよ。何、俊作 春作がどこ行来たってしっ。五角は男のたもとを引いて、知らぬふりを装いながら、橋の欄干の外へ顔を出していた。ひょいと振り向くと、なるほど、北側春作が来るのだった。その春作の挙動も、こっちをはばかっているらしく思われる。橋を越えても、 しきりと貸しっぷちを行ったり来たりしている。あざみは近づいていった。いきなり声をかけると、非常に驚いた様子で、さ作は逃げかけた。飛びかかってあざみは、彼の両手を縛り上げた。何しに来やがったてめえなんぞが野心を起こしたって、無駄なこった。わ、私は、 何も決して、そ、そんな、大それた野心を持っているんじゃありません。ただ、ただなんだおかくさんに一言、話をしたいと思って、あなた方が今夜、花屋を出るところから、お後を慕ってきたんです。なんだと俺たちをつけてきたってははは、<laughs> <laughs> 呆れけえた男だ。 俺とおかくと、こうして仲良く旅立つ姿を見ても、腹も立たずに指をくわえて、後ろから見ていたのか。私は一言、おかくさんに最後のことを言いたかったんです。それで諦めるつもりだったんです。こいつには刃物出す気にもなれねえ。おかく、俺が川から金をあげてくる間、何とか一言言ってやんねえ。 生き量がとつくといけねえや。嫌だよ、私は。罪滅ぼしと思ってよ。あざみは春作の体を、橋の欄へくくりつけて、そこへ自分の帯を溶け始めた。キャハンわらじは元より、着物をすべて脱ぎ捨てる。そして、腹巻き一つの真っかになると、魚のように身を翻して、 川の中へ踊り込んだ。大きな波紋の下に、アざみの姿は、しばらく沈んでいた。天竜川は育ちと、自分でも豪語していたが、彼の水の中の動作は、鮮やかであった。水深の底の底まで、月明かりが届いていた。そこらにこぼれている、白い碁が、 数えられるくらいなのだ。あざみは幾度も身を逆しまにして、そこに眠っている小金の網の袋へ手を伸ばした。何十回目かで、彼はついにつかんだ。七百両と、水の中で彼の心臓は叫んだ。だが、 それをしっかと抱え込むと、今度は、体が彼の思うように浮かなかった。金が、何尺か、家庭の沼土を離れたと思うと、再び体の方が、金の力に持って行かれて、ブクブクとそこへ引き込まれる。七百両だ。そればかりを、あざみは思っていた。 水は真っ黒に濁って彼を包んだが、彼は掴んでいるものを視力を持って掴んでいた。夜明けが近くなる。半時、一時と経っても、あざみは浮いて来なかった。ついに、二時も経った。 死んじゃったのかしらおかくはぞっとした。青い青い、水面のさざなみは、魔の淵を思わせた。おかくさん、おかくさん、交渉です。この縄を解いてください。そして私はもう、諦めているんだけれど、町絵師の俊作というしがない男が、 昔、江戸の裏町の隅っこで、じっと、お前さんを思い続けていたということだけを、覚えておいておくんなさいね。それだけだ。私が言いたかったことは、俊作さん。おかくは、彼の縄を解いて、そして、手首を引っ張るようにして叫んだ。 お前と暮らしましょう。他国へ行って。だがその時、永代橋を踏み鳴らして、ここへ一瞬に駆けつけてきた町方と取り出ば、逃かけるおかくを追い詰めて、おふさ、もうてめえの仮面は着かねえぞ。と、高手小手に絡めてしまった。その人々の、ざわざわと言っている言葉を総合してみると、 おかくという名も、大名のお部屋様だったなどということも、みんな嘘で、本当は日光山の中院の宋の隠し子で、土地の宿屋の娘ということになっていたが、生来の毒風型の女で、内を飛び出してからは、髪型はもちろん、長崎から諸国を流れ歩いて、行く先々で、 豪華な悪の生活をしていたという、札付きの女であるらしかった。その人々の、ざわざわと言っている言葉を総合してみると、おかくという名も、大名のお部屋様だったなどということも、みんな嘘で、本当は、日光山の中院の僧の隠し子で、土地の宿屋の娘ということになっていたが、 生来の独婦型の女で、うを飛び出してからは、髪型はもちろん、長崎から諸国を流れ歩いて、行く先々で豪華な悪の生活をしていたという、札付きの女であるらしかった。その人々の、ざわざわと言っている言葉を総合してみると、おかくという名も、 大名のお部屋様だったなどということもみんな嘘で、本当は日光山の中院の僧の隠し子で、土地の宿屋の娘ということになっていたが、生来の独夫型の女で、家を飛び出してからは、髪型はもちろん、長崎から諸国を流れ歩いて、行く先々で豪華な悪の生活をしていたという、 札付きの女であるらしかった。俊作は裸足のまま、本所の家まで走って帰った。生きている顔色もなかった。戸を閉め切ったまま、彼は、二日も外へ顔を出さなかった。けれど、堀金の親父が、その日もまた催促に来て、 外から戸を叩いた。あ、かけているよ。春作は、二晩も寝ていない目をして、十数枚の画工を、すぐそこへ持ってきて渡した。え、本当ですかいと、堀金すら、目を見張って疑った。